特別番組参議院議員選挙開票結果この時間は7月21日に行われました参議院議員選挙の開票結果をお伝えしますはじめに参議院東京都選出議員選挙東京都の開票結果を得票順にお伝えします丸川珠代自由民主党 114万3458.963当選、山口夏夫公明党、81万5445当選、吉良佳子、日本共産党、70万6532当選、塩村彩香、立憲民主党、68万8234当選、 俊、日本維新の会、52万6575、当選。武見敬三、自由民主党、52万5302、当選。山岸一生、立憲民主党、49万6347。野原義政、れいわ新選組。 21万4438水野元子国民民主党18万6667大橋正信 NHK から国民を守る党12万9628野添陳平無所属9万1194朝倉玲子 社会民主党8万6355、七海博子幸福実現党3万4121、佐藤仁志安楽死制度を考える会2万6958、横山正弘安楽死制度を考える会 23, 2万3582、 溝口浩一、オリーブの木、1万8123森清、無所属、1万5475関口康弘、無所属、9686西野定吉、無所属、9562大塚菊生、 日本無党派党。三千五百八十六点零二九。参議院東京都選出議員選挙、東京都の開票結果でした。表の中の小数点は、安分による得票の端数です。続いて、参議院東京都選出議員選挙、文京区の開票結果です。丸川珠代、自由民主党。 22,179日本共産党1 4721塩村彩香立憲民主党1 2503竹見慶三自由民主党1 747音喜多俊日本維新の会1 233丸川珠代自由民主党2 2179 キラヨシコ日本共産党1 4721塩村彩香、立憲民主党 12, 1 2503竹見慶三、自由民主党1 747音喜多俊、日本維新の会 12, 1 233山岸一生、立憲民主党 10, 1 7 71山口夏夫公明党 8, 水野元子、国民民主党4084野原義正、令和新選組3920大橋正信、NHK から国民を守る党2257山岸一世、立憲民主党1071山口夏男公明党8590 水野元子国民民主党4084野原義正令和新選組3920大橋正信 NHK から国民を守る党2257野添陳平無所属1810朝倉玲子社会民主党1657佐藤仁安楽死制度を考える会719七海寛子幸福実現党440 横山雅宏安楽死制度を考える会386野添陳平無所属1810朝倉玲子社会民主党1657佐藤仁安楽死制度を考える会719七海宏子幸福実現党440横山雅宏安楽死制度を考える会386溝口光一オリーブの木352 森清無所属158、関口康弘無所属126、西野定吉無所属113、大塚菊男日本無党派等69、溝口光一オリーブの木352、森清無所属158、関口康弘無所属126、西野定吉無所属113、大塚菊男日本無党派等69、 参議院東京都選出議員選挙文京区の開票結果でした。引き続き、参議院比例代表選出議員選挙の文京区の開票結果を得票順にお伝えします。自由民主党、三万六千六百四十八点七三零。立憲民主党、一万九千三百七十九点二零九。日本共産党、一万三千三十一点零四四。 令和新選組9291.902、日本維新の会9188、票の中で少数点以下は、安分による得票の波数です。公明党6384.052、国民民主党4882.022、NHK から国民を守る党2555、 社会民主党1962安楽死制度を考える会1173オリーブの木400.033幸福実現党269労働の解放を目指す労働者党100、はい、参議院比例代表選出議員選挙文京区の開票結果でしたそれでは参議院選挙の模様を振り返ってみます。 投票は午前7時から区内26の投票所で順調に行われました。VTR は第一投票所、柳町小学校午前10時30分ごろの投票の模様です。今回の選挙の当日有権者数ですが、文京区選挙管理委員会の発表によりますと、男性85,291人、女性96,184人、合計181,475人でした。 この時間は小雨が降ったりやんだりと不安定なお天気でしたが気温がさほど高くなかったためか若い方から高齢の方まで幅広い年代の方が訪れていました有権者の方にお話を伺いましたところ老後の年金制度や子育て支援働き方改革など生活に直結する課題を挙げた方が多くいらっしゃいました投票は午後8時まで行われました そして開票は午後8時45分から文京スポーツセンターで行われました金を合図に一斉に投票箱から投票用紙が出されました大勢の職員が開票作業にあたり正確かつテンポよく進められました東京都選出議員選挙は候補者ごとに振り分けられ間違いがないか確認され100票ずつの束にまとめられ票の数が数えられました 開票作業はは明け方ままで及びました、はいところで気になる投票率ですが参議院東京都選出議員選挙の文京区の投票率はでした毎回高い投票率を記録している文京区ですが前回3年前の平成28年7月10日に行われました参議院議員選挙と比べ5.63ポイントを下回りました。はい 新しく選ばれた皆さんのこれからの活躍に期待していいきたいですね、はいはい、この時間は7月21日に行われました参議,院参議院選挙、文京区の開票結果をお伝えしました。